道人身事故ニュース速報です。2021年6月28日7時27分頃、中央快速線の西八王子駅から高尾駅で人身事故が発生した模様です。中央快速線での人身事故は今年11件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。